こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。バスケ部あるある、重心を低くしろと言われがちということでね、重心の問題ですよ。重心というのはど真ん中のことですね。なので人間の重心、まあお腹のちょっと下ら辺こう支えてあげると1点で支えれるんですが、こうやって回すとくるくる回れるんですね。まあその重心ですよ、三角形 ABC の重心 G がありますよと。で、A と G を結んだこの BC との交点を D としてあげて、 GD の長さを求めなさい。ここいくつっていう問題です。ここの緑の長さですね。ここの長さはいくつですかと。さて、じゃあ重心って何というと、まあど真ん中なんですが、まず三角形の、ある辺の中点を取ってあげて、それのお向かいさんの頂点とピッと結んだこの線を中線と言います。でこの中線が1本2本3本取れて、その中線の交点が1点で交わるこの点のことを重心って言います。ちなみに三角作って、まあ、中線引いて中線引いて中線引いて、段ボール切ってですね、でその重心を見つけてこう人差し指で支えると、回せるんですね。1点で支えるから、はい。で、重心は中線の交点で、さらに重心は中線を2対1に内分するよっていうことが成り立ちます。ここ2対1なんですね。ここも2対1です。ここも2対1です。なんで2対1になるんですかっていうと、ここに図を書きましたが、ここ中点ですね、ここ中点ですね。でここピッと結んであげます。すると中点連結定理からこことここって平行になりますよね。で中点連結定理からこことここって1対2になりますよね。なので、この三角とこの三角って相似なわけです、これが平行線ですから錯角が等しくって、ここも錯角が等しい、まあ対頂角も等しいので相似になってるわけです。で、その相似比が1対2なので、ここも1対2になりますよね。ですのでここ1対2なので1対2になりますよと。まあそれがどの中線でも成り立つので1対2に内分されます、2対1に内分されますよっていうことです。さてさて、それが分かるともう簡単で、ここ重心でこの AD が中線ですよね。ということでここ対ここは2対1なわけです。じゃあ全部で、GD の長さっていうのは全部で15あるうち2対1なので、2と1を足してあげると3等分ですよね。3等分、こんな風に3等分するイメージですよ。1233等分したうち2つ分あげればいいですよね。あ、1つ分ですね。 GD ですね。危ない危ない。 GD は1つ分ですね。ということで 15×3 分の1になって、答えは5になるわけです。はい、まあまあ重心本当大事なので、こんな風に数学でも大事ですし、スポーツでも大事なのでね。はい、ということで合格できる。